ひちゃねるひかるでーす。同点でしたー。最後マルちゃんすごくなかったですか？めちゃめちゃすごい。やっぱああいうところでね、打てる男というのは、うん、去年からもそうだけど、あの子やっぱそういうの持ってんだろうなってめっちゃ思いました。もうこの前の動画でも言ったけど、ますます外野争いが熾烈になってくるなっていう感じですね。今日解説の人とかも言ってた、解説ちゃうわ、アナウンサーの人とかも言ってたけど、レフトだけが決まってませんとか言ってで、青木先輩も狙っていますもちろんみたいなこと言ってて、いや本当に、いや贅沢な悩みやけど、いいシーズンになりそうな予感はしました。にしても全然関係ないねんけど、木澤くんさ、すっごいなんかまたお尻がお尻なんかすごくない？あんななんかモリモリになってて、もともと腰位置高いなと思ってたけど、あんだけお尻がモリってプリンってされたら、余計なんかもうほぼ胴体ないやんみたいな感じで、いやあんなにすごかったっけみたいな感じになってびっくりしてます。てか見て、めっちゃ汚い超家着、汚くてごめんなさい、恥ずかしいけどごめんなさいねっていう感じでした。いやー面白いね。やっぱり何が面白かったかなっていうと、やっぱ歓声が、喋っていいって言ったらあれか、応援歌歌っていいし、マスクしてたら声出していいですよっていう風になったやんか。だからすごいこう球場の雰囲気が、まあ今までと一緒なんだけど、こう忘れてたというか、あそうそうこんな感じみたいな。ちょっとさ、ほら牽制しただけでおーみたいなのとかさ、いろいろやっぱり声が聞こえてたので、すごい面白いなって思ったのと、やっぱり応援歌がある球場は、まあ沖縄のオープン戦の時からもそうやけど、いいなっていう風にすごい思いました。ちょっと長岡くんのさ応援歌難しくない？ちょっとちゃんとまだ歌われへんねんけど、スタートするまで、スタートちゃうわ、神宮が、私は18日のあれや、神宮なんとか式、何やったっけ、忘れちゃった神宮開幕戦じゃなくてなんとか式に行くから、それまでにはちょっとちゃんと覚えて歌えるように、相馬のやつとね、新しいやつを歌えるように。あと何気に歌われへんのとか、歌われへんっていうか、もう久々に歌いすぎて、どうなんやったっけみたいな感じになるとかもあると思うから、ちゃんと声出しを練習して挑みたいと思います。はい、そんな感じで、私はもう花粉症に死んでいるので、もう家にから出たくないです。何もない日は、出かける人に会う予定がない日は、もう家で黙々と仕事作業などをしながら過ごしていますので、早く花粉症の時期が終わってくれるといいなと思ってます。ほんまに今年しんどいやもん。もし視聴者さんの中にも、視聴者さんの中にもいたら頑張りましょう。目、アイボンみたいな目洗うやつもいいけど、やっぱり私スプレー、ツイッターとかインスタでも言ったけどね、スプレーやるのとやらないの違うか、めっちゃおすすめです。頑張りましょう。あと1ヶ月ぐらい、1ヶ月半か2ヶ月か、頑張りましょう。はい、では今日も試合負けるかなと思ったけど、同点できてとっても良かったと思います。また明日からも応援一緒にしていきましょう。では最後にいつものいきますよ。せーの、ゴーゴーサローズ。またね、バイバーイ。